お風呂上がり失礼。ん？パラララ、パラパラララララララ。何をさせたいんだ？そういう性癖？エッチ。だけど、後ろのパンツの絵は何？これ、これタペストリーです。この後寝ない。この後ね、ちょっと、外出ないといけないんだよ。前の配信でダイエットするって言ってたけど、痩せた？まあ、痩せてたら言ってるよね。ニートなのに？ニートだって忙しいんだよ。ニートはニートなりに、忙しい。後ろの絵バンされない？いや、こんだけだったら多分ね、大丈夫。わかんないよ。ナンパされてもついてったらダメだよ。誰もせん。こんなやつ。タペの詳細教えてください。どれだ？これはね、絆創膏してんの。ネイル割れたから。これチョコ先生ですね。多分オンラインで買ったから、ネイルダメじゃないの？何が？ネイルオッケー。多分カナンってカナン？あ、そう！でっかい子。おっぱいが。あれ、すごいよね。あ、ガチで、でかいんだけど。見てんだよ。ASMR とか、エッチなやつとか、ケツのやつとか見てんだけど。エロいね、あれは。あれはエッチだね。あんなおっぱいでかかったらもう。でも、どうなんだろう、困ることの方が多いのかな。困らないのかな。ねえ、ケツのやつ、そう。お尻って感じのやつ。だから私なんてさ、体で売れないじゃん。だからさ、体で売ろうともしてないから、体型維持とかを怠ったわけ。怠った結果なわけよ。その結果がこれだよ。なるほどね。女の子のさ、リスナーさんっていいのかな？ごめん、バカ首した。ありがとうございますだよ。フォローもしてってくださいね、皆さん。TikTok フォローよろしく。スケベラッシュとか言うな。ありがとう。